はい、こんにちは。ステレオカメラのハイバーです。今日ご覧いただいてますカメラはライカのレンジファインダーカメラの中でもですね、大変人気の、モデルになりますライカ M4 になりますね。はい、ライカ M4 の中でも、中後期型という感じでしょうかね。はい、では外観から見ていきます。外観は軍艦部もこうご覧で見ていただいてですね、目立つようなすれ傷は見当たらずに、概ね綺麗な備品状態だと思います。はい、角っこにも、ぶつけた跡や当たりへこみ見当たらないですね。細かいすれ程度でですね、まあ、よく見ないとわからないようなすれがそこかしこにある程度ですね。はい、メッキの剥がれとか摩耗も見られないですね。はい、大変綺麗な状態ですね。フロントにもないですね。はい、サイドに、ストラップ金具の跡がちょっと見られますね。こっち側にもちょっと見られる程度ですね。あとは大変綺麗な状態になっております。底部もですね、細かいすれなどは見られるんですけれども、まあ、地面に置いたりでですね、ガリガリやった後は全く見られずに、三脚の跡も見られずに大変綺麗な状態ですね。はい、で針側の状態ですけれども、針側もこういった剥がれやすい、かけやすいところもしっかりと貼られてまして、バックドアも綺麗ですね。はい、針側に全く問題はありません。はい、ファインダーですけれども、前面から見て曇りカビとか、素材の劣化などは見られずに大変綺麗ですね。はい、接眼部から見ても、曇りとか、バルサム切れといった類は全く見られずに大変綺麗ですね。黄ばみもありませんし、ゴミ釣りの混入もありません。ブライトフレームもしっかりと、可変してまして、パララックスも正常です。でピントの20像もですね、くっきりとはっきりしてまして、縦ずれもなく、フォーカシングとフレーミングに難は全くありません。はい、では、シャッターのチェックに行きたいと思います。はい、低速から見ていきますね。はい、はい、1秒がしっかりと刻まれています。はい、安定してますね。はい、次が2分の1秒です。はい、2分の1秒もいいですね。はい、次が4分の1秒になりますね。はい、4分の1秒もしっかりと刻んでまして、低速に粘りやシャッター幕の遅れなどないのがお分かりいただけると思います。はい、次が中速の250分の1秒、スナップでよく使う秒数だと思います。はい、もうシャッター音も変わりまして、シャッター幕の動きほとんど見えないと思いますけれども、こちらもきちんと切れているのがお分かりいただけると思います。はい、で、そこがセルフタイマーですね。はい、こちらも途中で弱くなったりしないでしっかり安定して動いています。はい、ここでシャッターが切れて、はい、バッチリと動作しております。はい、じゃあここで底蓋を外していきます。はい、底蓋外してもですね、中に素材の劣化とか錆とか曇りみたいなのはありませんね。はい、シャッター幕も綺麗で、白くなったりヨレヨレになったりしてないですね。はい、大変綺麗です。はい、じゃあここでですね、高速の1000分の1秒を見ていきます。ご覧の通りですね、向こう側の風景が一瞬見ていただけると思うんですね。この底ぶたが見えると思うんですけれども。はい、ということで、しっかり1000分の1秒も空いているのがお分かりいただけると思います。はい、底ぶたもしっかりと閉まってまして、こうパカパカしずにですね、きつかったり緩かったりしないでしっかりと閉まっています。はい、で付属品が、ボディキャップがついてますね。でもって本個体ですけれども、熊本の中村広角様にてオーバーホールを施していただいております。シャッター巻き上げ巻き戻し、カウンター巻き戻しと、ファインダー、距離計、フレームセレクター全てにおいて整備、分解整備、清掃していただけているということですね。
はい、ということで、オーバーホール済みの大変人気の、ボディライカ M4 になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。